皆様おはようございます。私は今日ホカンス一泊目ということで、今起きました。今日は、モーニングルーティーンを取るということで、今朝起きたよというのを取るために仕込みましたので、私30分前に起きております。皆様にねモーニングルーティーンを取るってお約束したでしょう。今日はこのままね、ちょっと朝どうやって過ごすのかっていうのを、お知らせするということで、今から、お手洗い行かなきゃいけないんでね、お手洗い行って、歯を磨いて、いろいろなところをお見せしなきゃいけないということです。アメニティはこちらになります。私の大好きな歯磨き粉です。歯磨きは至って普通です。今日も熊すごいですね。ちゃんと寝たんですけどね、すごいね熊。でも私ね、熊は絶対消さないんですよ。この熊結構気に入ってるの。熊ってセクシーじゃない？そういう皆さん、熊をね気にされる方いると思いますけども、熊を気にしたりするんだったら熊をね育てた方がいいですね。熊を育てるためにはこちらコスメデコルテの IP ショット、こちらをね保管室に持ってきております。今日は歯磨きをしながら、じゃ歯磨きシーンはこの辺でちょっと終わりにしますね。今ねお湯をためてるんですけれども、こういう感じでねヒノキ風呂に朝から入ろうかなと思っております。こういう感じです。まあお湯がたまるまでちょっと時間がかかってしまいますので、皆様にね今日私がお風呂上がりに何のスキンケアするんですかって質問があると思うんですけれども、今日使うアイテムをね、こちらに持ってきました。こちらです。これが今日私の保管するライフのですね、朝の、ルーティンセットでございます。まあ、つけるところはちょっとこの後いろいろご紹介しようかなと思ってるんですけれども、もう私も結構いいお年頃になりましたので、肌のアラもねだいぶ出てきちゃって、このセットがね、私の保管するライフを充実させてくれるというスキンケアセットでございます。そしてじゃあお風呂に入ろうかなと思うんですけれども、お風呂の入浴シーンを撮った方がいいのかどうかっていうのはわからないんですけれども、じゃあちょっと撮ろうかな。何が正解かわかりませんけど、私はここから皆様にお届けしたいと思います。はい、こういう感じで私は、今ヒノキ風呂に入って朝の時間を楽しんでおります。すがすがしい外の空気とね、この山の斜面をね見ながら、のんびりと深呼吸をしながら、リラックスしております。もうこのね朝のリラックスの時間がねとっても大切なんですね。朝リラックスした時間を過ごすとですね、もう自然とその日一日がリラックスして終わるんですよ。なので朝だけはもう絶対せかせかしない。もうこの前ね、庭園でねお寺で泳いでいたあの優雅な鯉たちのように、あの優雅にね過ごすんです。あ、これちょっとこちらのシートマスク使いますよ。獅子のねマジックキャッチャー、これをねちょっと入浴しながら、つけていくんですけれども、モーニングルーティンっていうのはまあどういう感じ、どういう感じ、こういう感じでね、まあ私はね人には丁寧にやりますけど、自分にはこうやってちょっと適当につけちゃうところもあるんですよ。もう保管するときあんまりね、もういろんな正しさに縛られないというか、もうこんな感じでつけちゃうっていうね。このシートマスクもこの目の縁のギリギリまでこうやって持ってくるわけですよ。こういう感じで、そうよー、こういう感じ。私ねおひげが、ここ天然のおひげがあるので、これねつかないんですよ。こうやってつかないんで、ここ手で、ね、押さえたりするんですけど、モーニングルーティン、これ見て皆さん参考にするのかしら。この獅子の美容液というのはね、すごい美容液がねたっぷり含まれてるんですよ。折って折って折って、これをですね
シューってやると、うわすごいですね、これ。うわ美容液いっぱい出てきてますね。これをこうやってつけたら追加するんですよ、こうやって。そうこうやって追加していく、いいんじゃない。すっごいいいわこのシューズマスク、やっぱりだからみずみずしいんですよね。まずやっぱりこうなんかあんまり油分系があんま好きじゃなくて、ちょっとこういう水っぽい感じの、あ、またいっぱい出てくるわ。すごいの、この本当にこのシッシュのシートマスクってね、美容液がたっぷりなんですよ。首までね塗ってね、ヒノキのこれが入ってるんですよ。ヒノキのね香りが、すごいいい香りなんですこれ。皆さんもねお風呂の時間はすごい大切だってことは分かってると思うんですけれども、私はもうこのお風呂の時間だけでも幸せ感じちゃうから、もう一生お風呂に入ってたいと思うんですけど、そういうわけにもいきませんから、上半身見せちゃうと卑猥になっちゃうからね、デコルテまでということで、ご勘弁くださいませ。すっぴんも公開しておりますから、じゃあこの後、スキンケアするわね。はい、では、今からスキンケアを始めていきたいと思います。モーニングルーティーンというのはなんか無言でやった方がいいっていう、情報はあるんですけれども、私はですね朝から独り言が多い人なので、おしゃべりしながら、ルーティーンやらせていただきたいと思います。まず私ホカンスに来た時はですねお化粧水使いません。なぜならば高機能美容液のね効果をしっかりと実感させたいから、今日使うのはこちらネスというブランドになります。この美容液をね5プッシュ使っていくんですけれども、この5プッシュをね、上向きながらね、深呼吸しながらね、こういう感じよ。あ、もうこの美容液すごいんですよ。ネスというブランドでございまして、ちょっと肌荒れ今日すごいんですけども、プルールドファティマのね、アルガンオイル。一滴あ、私斜め45度じゃないんですよ、結構真上向いてメイクするこうつけ気がするんですけど、そうなんですよ、こういう感じでね、参考にならないよね、見えないよね、こうした方がいいのかな。 IP ショットちょっと目の劣化が激しいので IP ショットにしております。エリクシール日焼け止めね、エリクシール何本リピートしてるか分かんないぐらいこれすごい好きなの。これぐらい、日焼け止めって絶対忘れちゃいけないところがあって、皆さんこうやって顔はねやると思うんですけど、耳のこのトップここね、ここにシミバーって出てる人結構いるんですけど、ここに日焼け止めつけてない人って結構いらっしゃるんですよ。ここすごい重要、この中はねドライでないといけないんですけど、ここのトップのところは絶対日焼け止めつけなきゃいけないんだよ。こういう感じで耳のこのトップのところ、ここのところもこうやって日焼け止めをつけていく。 OK?先につけるの忘れちゃった。これソープトピア。この精油をね、経費吸収させるために、手首のここにね。ここにつけて、つけてからスキンケアするんだった。忘れてた。もう今カメラに気を取られちゃって忘れちゃった。そして、コスメデコルテ。これは、ゼンウェアフルイドというですね、ちょっと新しいリキッドファンデーションなんですけれども、革命的ファンデーションということで、私こちらのファンデをね使わせていただいております。だいたいこれぐらいでしょうか。こうやって温めるのよ。多いよ。
こういう感じで、こっか、あ、こうした方がいいのかな。ほら、すごい綺麗でしょ。このファンデーションね、久しぶりにめちゃくちゃいいなと思って、私はちょっと今もうこの2022年のこれからこのファンデーション一択でいきます。これもう撮影でももうバンバン使ってるんですけれども、本当にいいよ。まあ、YouTube のほらメインチャンネルの方ではね、まあ、ファンデーションいっぱい塗ってますから綺麗に見えてますけれども、まあ、結果これが現実ということです。あんまり丁寧にファンデーションつけると抜けが出ないんですよね。結構ラフにね、今わかる、薬指でサッサッサッってつけながら中指とかこうやって使ってんの。この2本でコントロールしていく。こうやってつけたらこっちでグラデーションにしたりとか叩いたりとかで、コントラストつけてるんですよ、これで。一色なんだけど顔がめちゃめちゃグラデーションになってるの分かります？分かるわけないわね。このモニターじゃ見えないということ。まあ今、こういう感じでね、つけて。そしたら、ちょっとここにね、ニキビ跡とかちょっと結構あるんですよ、私。もうね、クリニックとか行かないからさ、もう私自分で全部対応しちゃうタイプなので、まあこうやって潰れちゃったりするんですけど、こういうとこはトン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 いいんだから、こうやってね、コンシーラー割りにカバー力あるファンデーションになりますので、トントントンってね、これはもうジェンダー関係なく使えるファンデーションですから、本当におすすめよ。で、ここに残ってるやつ取って外側にこうやってつけていく。こうやっておでこのここもつけていく。で、全体的になんとなく薄くついてるんですけど、これでフィックスさせていくんですよ。まあ、お休みというか、ホカンスなので、もうこれで終了でございます。こういう感じ。ちょっと残っちゃったり、これぐらいちょうどいいんですよ、残した方がね。ちょっと結構肌荒れしてますね。もうすいませんね、肌荒れ。まあね。最近はちょっとね、表に出る仕事が増えたので気にしなきゃいけないなって思うんですけど、まあでも、まあこれが人間ですから、ストレス溜まったりとかね、疲れたりすると、結構こういうの出ますよね。じゃあメイクをしていきますけれども、メイクは、ちょっとアイブロブラシにボビーブラウンです。後ろにスクリューブラシはね、ついてますから、こういう感じで毛をね、整えていきます。整くとね、油分が、眉毛につくんですよ。この油分をティッシュで一回ねオフします。そしてナーズのブラシを使ってパウダー、これね中に入れ込んでいきます。眉毛だけね、もう眉しかちょっとメイクしませんけど、そしたらさっきほどのボビーブラウンのこのペンシル、これを使って少しずつ色をね線っぽく描いていくんですよ。私はちょっとペンシルで全部線っぽく描くのが好きなので、自分の眉はね、こういう感じ。メイベリのスパイキーコームおなじみよ。これでこのアートメイクの線に合わせて毛の方向をアートメイクに全部合わせていくんですよ。強くするっていうか、ちょっとだけ色付けしてコーティングみたいな。でもやっぱりちょっと肌荒れ気になりますので、精銅のブラシ、あ、ブラシじゃないわ、精銅のコンシーラー、精銅のコンシーラー、これを使ってこのね、ちょんちょんちょんとピンポイントでね、埋めていきます。いや、こういうのもネタになっていいんですよ。なんか全部まっさら綺麗にしちゃうとさ、そんな肌ありえないからさ、リアルな方がいいかなと思って。こういう感じで消えていくでしょ？こうやってトン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 って。指でやると強くなっちゃうから、ブラシで一回埋めていくんですよ、こうやって。で、ちょっと今日スポンジないんで指でね。めっちゃいい感じ。あれ？キャップがないか。キャップがどっか行っちゃったもんだよ。そうしましたら、またパウダーで。
今のここコンシーラーのせたところにふわっとこっちのせていきます。ふわっとここはね磨かないんですよ。キメは磨くんですけど、コンシーラーのせたところはふわっとのせていく。いい感じになってきたと思うな。思う人、思わない人、いろいろいると思いますけど、自分が良ければ何でもいいのよ。とりあえず、まあ、これがね、私の朝のルーティンのベースなんですけれども、最近お気に入りのね、こちら、コスメデコルテのね、ちょっと新作のリップなんですけれども、めちゃくちゃお気に入りでございまして、リキッドリップのツヤタイプなんですけど、ティントというよりは、唇の色の延長の色なんですが、こうやって乗せると結構オレンジだな。これね、すごい綺麗なのが、ってやるでしょ。で、これをスマッチしていくんですよ。スマッチ、スマッチ、スマッチ、3回。で、小指で、縁の部分を、親指で、小指とね、ほら、すごいいい感じでしょ。お風呂入るところから、ベースから、スキンケアからって全部終わりました。メイク時間は基本は、3分ぐらいでしょうか。いつもね。で、髪も基本は乾かさないです。乾かさないで、いつも、ジョンマスターオーガニックのね、このシーワックス。ドライになるワックスなんですけど、これをちょっとつけるかつけないか。基本髪の毛はですね、基本髪の毛は、結構もう、野ざらしっていうのが私好きなんですね。スタイリング剤もつけないし、もう何もつけないで、洗いざらしのままなんですけれども、サイドから私はつけるんですよ、実は。変わってるでしょ。なぜならば、サイドの毛がですね、結構膨らみやすいので、サイドをやって、で、後ろ、手についてるのもう一回こうやって、後ろ。で、ここまでこうやったら、今度前。もうほぼほぼつけたくないので、前はね、より自然に見せたいので。こういう感じで、一回ちょっとオールバックにして、クッションブラシで分け目を適当に、その日の気分でね。分け目はね、毎日1センチずつずらしてます。なぜかというと、頭皮も日焼けするので、毎日同じ分け目だと剥げちゃうんですよ。ダメージで、肌と一緒ですね。ずっと日を浴びたりとか、空気の触れる面積とか一緒だったりすると、剥げやすくなっちゃうんですよ。自然でしょ、すごい。で、これ足りないなと思ったらもう一回これつけてもいいと思うんですけど、私はちょっと足りないなと思うぐらいドライな、自然な感じが好きなので、決め込まないのが好きですね、今はね。昔は決め込みまくりまくり上げてたんですけれども、今はね、決め込むの嫌いなんですね。もう力抜いて生きてこう、みたいな。そんな感じ。どう？綺麗でしょ。これでもうちょっとだけこう、なんだろう、作った感が欲しいなっていう時は、少し、もうちょっとウェットにね、したりとか髪の毛。あとは髭も、ここしかないんですけど、いつもね、フジコティントでここまで広げたりとかして、昔はマスカラでこう繋げてたりしてたんですけれども、まあ今あんまり気分じゃないなっていうことで、何もしないです。まあ、なぜならば今日はホカンスだから。そうよ、なんかそろそろ踊りたくなってきたわ。ちょっと香りもちょっと薄れてきたからもう一度、ソープトピア。こうやってやって、経費吸収されるので、このまま血流に乗るんですよ。そうすると結構リラックス効果もありますので、私はね、ここにつけるよりこの、ここにつけるのが好きなんですよね。じゃあ今からお茶飲みたいと思います。お茶をいただきます。美味しい。まあ特に変わり映えのないルーティーンなんですけれども、モーニングルーティーンって喋らないんでしたっけよくわからないんですけども、私のモーニングルーティーンはまあこういう感じっていうことですね。まあ独り言もよく言うんですけれども、無音で過ごすというのが私の、最高の贅沢でございまして、まあ今日はですね、ちょっとこれから、今お食事を終えて、
少し外を散歩して、敷地内を散歩して、午後はですね、ちょっとランチをしに行ってから、京都の市内をね、ちょっと散策しようかなと思っております。特に目的は決めていないんですけれども、いくつかちょっと行こうかなと思っている場所がありまして、そこもちょっと引き続きで撮っていこうかなと思っております。まあ、そんな感じで、じゃあちょっとモーニングルーティーン、長いのか短いのか分かりませんけれども、こんな感じで、ホテルでのルーティーンは終わりたいと思います。じゃあ今日はこの後、外に行きますので、その続きも皆様お楽しみいただければと思います。